なあ、あいつが飛んで行ったのってこの方角で間違いないんだっけか。大きな気配は感じるけど細かい位置はまだ。あれ、どうした、インデックス。今何かキーンって鳴ったかも。こっちだよって言ってるみたいな。なんだって、どこを指してるの。あっちかも、向こうのビルの屋上。って遠いな、あそこまで走っていくのか。捕まって、私がみんなを連れていく。そっか、お前は飛べるんだったな。っていいのか、なんかいろんな意味で。そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。いや、右手で触っちまうと下手すりゃお前の翼も消しちまうんじゃねえかって。イマジンブレイカー、触れたのみで異能を抹消する力か。我らの力にも影響するとあらば、確かに無視はできんな。じゃあこうしよう、僕がシャナに捕まるからトーマが僕に捕まって。ダメ、それはダメ。え、どうして。ダメだったらダメなの、別の手を考えて。ミステスの有事にだって何が起こるかわからないでしょ。って言ってもシャナがダメで有事までダメなら、トーマが私をいやらしい目で見てるかも。見てねえよ。逃がさんぞ、フレイムヘイズ。まずい、新手が来る、みんな急いで。すまん、インデックス。トーマ飛ばすわよ、手を離さないで。してしがみついてるのは不可抗力というやつでですね。カブ！ギャー！不幸だ！無明鏡心が共鳴している。次の扉が開くときは近い。カゲロウの町はいびつなりの檻内部で安定改良を続けている。早々に退散すべきですが、強い共鳴を見つけた。やっと追いついたんだよ、評価を返して。まさかここまで追いつくとは。いいでしょう、少しの間相手をします。頂の蔵が持つ水晶状の宝具、風切評価はおそらくあの中に封じられておる。ああ、あとはユージが言った通りの段取りでだな。みんな気をつけて。来るわよ。理解に苦しみます。風切評価は単なるエネルギーの塊に過ぎません。人の似姿でしかない存在にどうしてそこまで必死になるのですか。んなもん誰が決めるんだよ。存在の力がどうとかなんてお前らの都合だろ。そんなもんで他人を巻き込んで追い込んで自分のために利用しようだなんて俺は認めねえ。近視眼的な感情論ですね、聞くに値しません。何とでも言えよ。でもな、風切よ、俺たちの友達よ、もう二度と物だなんて言わせねえ。正体なんて関係ねえ、自分の心があるならどんな奴だろうと物なんかじゃねえんだよ。ユージ、合図して、私があいつを援護する。はあ、分かってる、インデックス。こちらの自在式にノイズが。構造さえ分かれば妨害は可能なんだよ。こんなもの。宝具を弾き飛ばした。トーマ頼む。ああ、グゼの友柄バルマスケ、
よくわからないが、そいつらが俺たちの友達を奪おうとするなら、それがどれだけ複雑な仕組みだろうが、たとえ別世界の異能だろうが、その幻想をぶち殺す。敵が撤退していく。彼女たちがちゃんと仕事したってことですか。ふぃ、メイドさん、生きてるかい。心配は無用であります。それより、この状況はどうやら作戦成功。カミアンたちが決めてくれたみたいだにゃ。いやいや、さすがに今日は骨が折れたぜ。ヘカテ、ままならんな。どうやら戦う理由がなくなったらしい。逃げるのですか。俺も惜しいさ。これほどの使い手たちと決着をつけられずじまいとは。だが、愛する女には逆らえん。縁があればまた会おう、異界の傑物たちよ。失踪した。やれやれ、相変わらず引くとなれば潔い野郎だぜ。二人とも付き合わせて悪いわね。あいつは元の世界で私が仕留めるわ、必ずね。いいんだな、ヘカテ。宝具は破壊されました。やむを得ないでしょう。ここは不確定要素が多すぎます。学園都市、いささかこの場所を侮っていたようです。ふん、機会にさえ恵まれればまた来るのもやぶさかではないが。いいえ、今回の件でリスクが大きすぎると気づきました。撤退します。対面のため、次の失敗は許されません。氷花、大丈夫？インデックスちゃん。氷花！無事みたいだな。上条さん、そうだ、私、ごめんなさい。私、守ってもらってばっかりで、いつも弱くて。何言ってるの、氷花。そんなの友達なら当たり前なんだよ。ああ、俺たちこそお前の優しさにいつも守られてる。それに友達を助けるのは当たり前のことだろ。二人とも本当にありがとうございます。気にすんなって。ありがとう。さてと、いろいろあったがみんな無事でよか。トーマ？トーマ！どうしたの？大丈夫？まずい！救急車を！